PFC ロコモティフタシュケントは、ウズベキスタンの首都タシュケントを本拠地とするサッカークラブである。2002年に創設された。2002、2003年シーズンを2部リーグで過ごした後一部へと昇格。以降2010年まで一部リーグである、ウズベクリーグで戦っていたが2010年シーズンに13位となり二部に降格。翌年の二部リーグで優勝し、2012シーズンの一部復帰を、 決めた。2012年シーズンは一部で3位という成績を残し、AFC チャンピオンズリーグプレイオフへの参加権を獲得した。クラブがかつて本拠地としていたスタジアムはトタイミースタジアムである。このトタイミーはタシュケント鉄道輸送技術者研究所の略称である。2010年、クラブはトラクトルタシュケントがかつて使用していたトラクトルタシュケントスタジアムの跡地に 収容人数8000人のロコモティフスタジアムの建設をはじめ、2012年春に改修工事が完了した。ロコモティフスタジアムは、サッカー以外のスポーツも行える複合型施設となっており、270台の駐車場とホテルも完備している。新スタジアムは2012年5月11日のタイ FK アンディジャンセンがお年の試合となった。中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、太字は現在所属する選手を表す。ありがとうございます。